全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まず何がいきますか。9番ダリアンドワサビ先頭を伺います。3番レッフーザかわして先頭、その後は4番スカーレットキング、1番ミレニアムマシリカ後位につけています。各馬第1コーナーをカーブしていきます。続きまして12番プラチナムセレブル、内から7番トーマンヘーマス、少し差が開いて10番グラスラズベリー、それから15番グラスマーガレット、17番レイパラテイオー、この辺りが中段、内から13番フォルテレーリア、これからバックストレッチに向かいます。4馬身相手11番ホウオウアーサー、後ろに16番ポチソウ様、これを見るように内側2番ヒーローキングダム、 1000m の通過タイムは59秒9、外から14番アダムタムタム、これを見るように内側5番汚れ仕事、後ろに18番ゴーヤフォーチュン、これを見るように内側6番チャーリーシック、最後方8番アジー。各馬冬の東京競馬場を駆け抜けていきます。先頭から最後方まで10馬身以上、先頭はレッフーザ、後ろに4番スカーレットキング、18頭大欅の向こうを駆け抜けます。1番ミレニアムマシリカ後位につけました。外から上がるのはプラチナムセレブル、内から7番トーマンヘーマス、4コーナーをカーブし直線コースに入ります。さあ直線の攻防、レッフーザまだ粘っている、先頭レッフーザ、400を切って先頭レッフーザ、そしてトーマンヘーマス、3頭激しい先頭争い、ミレニアムマシリカ差を詰める、ここで先頭が変わった、残り200を切った、ミレニアムマシリカ突き放しにかかる、スカーレットキング徐々に接近してくる、ミレニアムマシリカ押し切ってゴール。勝ったのはミレニアムマシリカ、鞍上は海老名正義騎手、ミレニアムマシリカブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着スカーレットキング、3着トーマンヘーマス、